今日の動画始まるよ。皆さんこんにちは、ハッタエミリと申します。今日はなんと私のオリジナルのグッズがついに完成したので皆さんにご紹介したいと思います。イエーイ、やっと完成しました。ではどうぞ。じゃあまずグッズを作るに至った経緯を皆さんにお伝えしたいと思います。 Twitter や Instagram の DM とか、あと YouTube のコメントとかで時々グッズを作ってほしいっていう言葉が光栄なことにあったので、もし少しでも視聴者の方々に喜んでいただけるんだったら作ってみようかなってずっと思ってました。結構前にそのことをYouTube のコミュニティのところで皆さんにお伝えしたら、予想以上にこういうものが欲しいとかこういうのはいらないとかいろんな意見をいただけて、いろいろ考えた結果作ってみることにしました。私自身オリジナルのグッズ作ってみたいなっていう思いはあったので、すごいこの機会をいただけて嬉しいです。皆さんに喜んでいただけるかわかんないんですけど、私のグッズを使うことで少しでももっと身近に感じていただけたら嬉しいなって思います。グッズを作れたっていうことがまず本当にすごくって、皆さんがいないと本当にこういう機会はなかったので、いつもありがとうございます。グッズいらないっていう方ももちろんいらっしゃったし、今回作ったグッズが皆さんの求めてるものじゃなかったら本当に申し訳ないんですけど、とりあえず一生懸命皆さんに喜んでいただけるものを考えて作ってみました。そしたら皆さんにご紹介したいと思います。ドキドキするね。なんかスウェット2種類作りました。1つ目がこちらと、もう1つの色がこちらでございます。どう、みんなどうこういうの好きかな。このスウェットを作る上で一番こだわったポイントは、なんといってもデザインと色味です。男性にも女性にもちゃんと着ていただけるようなものを目指して作りました。なのでちょっとかっこいい感じに仕上がってるかなって思います。この版画は私の横顔になってます。版画にもこだわりがあって、いかにもグッズですっていうものにしたくなくって、普段使いしていただけてさりげなくこれグッズだよみたいな感じにしたかったので、自分の似顔絵を版画にしてさりげない感じを出しました。端っこにもエミリー貼ったって書いてあります。この色味と版画のサイズもすごくこだわりました。大きすぎず小さすぎず、この白黒もね全然無難に使えると思います。こっちのスウェットは蛍光黄緑みたいな色が古着っぽいかなと思ってこの色にしてみました。なぜスウェットかっていうと、着てて一番身近に感じるし、服って絶対に必要なものだから、パジャマとかでもねいいしね、気軽になんかずっと着れるものがいいかなと思ってスウェットにしてみました。これから秋冬になってくるので長袖のスウェットです。この生地は着心地がいいように伸縮性のある素材になってます。秋冬に使えるんだけどね、ほんと秋って感じかな。薄手のスウェットですね。サイズ展開は M と L と XL と 2XL の4展開あります。一旦着てみますね。サイズ展開4種類ってさっき言ったんですけど、全部男性サイズでの4種類なので女性の方は気をつけてください。これはあの M サイズの着用感です。こんな感じ。M サイズでも全然ゆるい、いい感じのゆるさですね。で、絵がこんな感じ、これぐらいの大きさです。こんな感じです。じゃあ黒色も着てみますね。黒色の M サイズです。こんな感じ。この白色の方は四角くこうやって切り取られてるんですけど、黒の方はね緑色だけプリントされてるのね。だから白色のスウェットよりはちょっと絵が小さく見れるかも。こんな感じかな。 M サイズは。じゃあ次 L サイズ着てみようと思います。 L サイズこんな感じです。おっとっとっと、結構ゆるゆるなので下に履くものは絶対スッキリ系の方がかっこよく決まると思います。 L サイズの黒色です。
次は XL のサイズです。これはこれでかっこいいかもしれません。じゃあ次黒、手はこんな感じ。じゃあ一番大きいサイズいってみましょう。 2XL こんな感じです。164cm の私で太ももの半分ぐらい隠れるので、私以下の身長の方は全然ワンピースにできると思う長さですね。黒色こんな感じです。ゆるくて可愛いです。今回とてもこだわって作ったので、少しでも皆さんに使っていただけると嬉しいです。私のオリジナルグッズを購入できるサイト概要欄に貼り付けておくので、今日から購入できるのでぜひチェックしてみてください。購入するところの私の写真もすごくこだわって自分で加工とか撮影とかしました。なのでぜひ見てみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。